エリック・ディーン・プリンスはアメリカ海軍の元軍人でアメリカの実業家、投資家、ブラックウォーター・ USA の創業者として知られている。エリック・プリンスはミシガン州ホランドにて出生した。父親は実業家として知られるエドガーディ・プリンスであり、4人兄弟の末っ子として育った。青年時代から保守的なロビースト団体ファミリー、リサーチカウンシルの見習いをするなど、 社会奉仕に積極的な若者であり、1990年にはホワイトハウス実習生として、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権下のホワイトハウスで6ヶ月勤務していた。海軍兵学校を中退して、ヒルズデール大学を卒業、アメリカ海軍に入隊して、特殊部隊ネイビー・シールズに入隊し、チーム8の一員として、ハイチ、中東、ボスニアなどで任務に参加した。 しかし、父エドガーが交通事故で死亡したことにより海軍を除退する。1997年、エリック・プリンスはシールズ時代の仲間と共にブラックウォーター USA を設立した。ブラックウォーターはエリック・プリンスがシールズ時代にルワンダ内戦での虐殺に衝撃を受け、特殊部隊向けに効率的な訓練を行える施設を提供するために設立された。 タイテロ戦争が勃発した2001年から2010年にかけて、ブラックウォーターは中央情報局と最大6億ドルの秘密契約を結び、海外の大使館と基地の警備業務を担当するようになった。プリンスはバージニア州ラングレーの CIA 本部近くに訓練施設を設置した。ブラックウォーターはアフガニスタンやパキスタンで、 無人攻撃機によるテロリストの暗殺など CIA の秘密任務を受け負った。ブラックウォーター社員たちは業務の優秀さに定評がある一方で攻撃的で荒っぽいとされ、ブラックウォーターに長期にわたって取材を続けたロバート・ヤングペルトンによる著作現代の傭兵ではエリックが子さんの PMC 経営者らと会談し攻撃は 最小限でいいと助言を受ける場面が記載されている。2007年、ブラックウォーター社員によるイラクにおける民間人への殺傷事件が発覚すると、アメリカ議会のイラクとアフガニスタンにおける民会警備契約に関する公聴会の重要証人として召喚された。2009年、エリックは主な経営人らとともにブラックウォーター USA の CEO を辞任し、 同社を2010年には売却した。2010年、エリック・プリンスは、アブダビに移住して、アラブ首長国連邦と密接なつながりを持ち、2011年に、リフレックスレポンセズという新会社を設立する。アブダビ皇太子のムハンマド・ビンザー・イド・アール・ナヒアーンとの契約で、エグゼクティブ・アウトカムズ、コロンビア国家警察、特殊空挺部隊、 フランス外人部隊の元メンバーなどからなる800人の部隊を構成し、アラブの春で必要となった暴動鎮圧やテロ対策といった業務を受け負った。イスラム教徒は市民への発砲や殺害に躊躇するという理由で雇用されることはなかった。プリンスはアブダビのムハンマド皇太子やサウジアラビア皇太子のムハンマド・ビンサルマーンら中東の王族関係者と、 米国政府の仲介役にもなってるるとされるアメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプの支援者でもあり、サウジなどアラブ諸国と敵対するイランの孤立を狙って、ロシアのウラジミール・プーチン大統領との橋渡し役も担ったとも報じられ、ロシアゲートで FBI の捜査対象にもなった。また、エリック・プリンスの姉、ベッツィ・デボスはトランプ政権で アメリカ合衆国教育長官を務めており、トランプ大統領はイラクで市民を射殺したブラックウォーターの元社員に4人に恩赦を与えている。2013年、アフリカで中国政府系の中心集団に所有された香港の警備、流通会社フロンティアサービスグループの会長に就任した。この企業は中国の一帯一路戦略を支援しており、プリンスは 中国の情報機関とのつながりも米国当局に捜査された。FSG は北京で治安用因養成学校の運営に協力しており、新疆をウイグル自治区での大テロ訓練施設の建設契約の報道で物議を醸した際は関与を否定した。2020年リビア内戦に FSG を通じて関与していることが国連で報告され、 同様に、ハリファ・ハフタル側を支援するロシアの民間軍事会社であるワグナーグループの責任者と接触して、傭兵部隊の提供を申し入れたことも報道された。エリックは敬虔なキリスト教徒として知られている。両親はカルバン派だったが、エリック本人は成人してからカトリックに回収している。また、主にリベラル派のジャーナリストから、 キリスト教右派の一人として扱われることもある。前との妻との間に4人、現在の妻との間に3人の子を設けている。ありがとうございます。